こんばんは、しゃべくり松城第52回の、放送の時間がやってまいりました。本日のパーソナリティは樋口絹子さんでしたが、体の調子がちょっと体調を崩してしまいましてですね、私三田が代理で務めさせていただきます。今日の松城はですね、昼間はちょっと日中汗ばむ感じでした。今日の松代の真田公園ではですね、木々も少しずつ色づき始めまして秋の様相になりつつあります。本日はですね、本日のゲストは、城下町松代において、貴重な芸術文化を継承されている方なんですが、八橋流保存会会長の清水亮さんにお願いいたしました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、八橋流はですね、古いお琴の形態を守り続けて今に伝えているっていう流派だってお聞きしてるんですけれども、どういう流派なのですかね。ちょっと、まあ、パネルにもありますけれども、はい、ちょっと教えていただけますでしょうかね。はい、はい、信州松代藩は他流を入れず八橋流を藩内に奨励したため、明治大正時代まで伝承されてきました。で、新さんが70代のある日、はい、NHK の対談を聞いていたところ、偶然ラジオから八橋流が絶えたと聞いたんです。はい、で、新さんは自分が小さい時から習って覚えていたのは八橋流だったはずなのに、なぜ絶えたと言われるのか疑問に思い、うん、八橋流奏曲全曲をテープに入れて NHK に送りました。はい、はい、そうですか。はい、じゃあこの NHK に送られて、これが認められて、はい、あれですね、正式に八橋流の継承者という形になったってことですかね。そうなんです。あ、そうですか。はい、まああと写真もちょっと見ていただければあれですけども、これ今八橋流の新さんが一応演奏しているところですけれど、はいはいはい、この赤い方はどうなんですかね。何歳ぐらいの時ですか。90過ぎて、亡くなられる年、確かその春だったと思うんですが。あ、そうですか。はい、こちらの黒い方のあれはどうですかね。黒い方も、うん、大体似たような、そんなに違わないと思いますが。あ、そうですか。はい、そうですね。まあね、頑張ってやってる姿出てますけども、はい、まあこの新さんの方の、まあ業績ってはあれですけども、はい、再興するのにこういろんな保持者という形でありますけれど、はいはい、これもちょっと説明お願いします。はい、新さんはその業績が認められ、はい、長野市、文化財保持者、はい、それから長野県無形文化財保持者、はい、文化庁から国の無形文化財記録保持者の指定を受けています。はい、ああそうですか。はい、すごいですね。はい、まあ、これ松代におけるあの安代の あの継承者がどのような形で、はい、どのように形成されているんですかね。はい、なされているんですかね。はい、新さんを継いだ佳子さんが宗家となられ、今は保存会が継承しています。ああ、そうですか。はい、まあ、貴重なものが受け継がれているんです、まあ、大変あれ素晴らしいとは思うんですけど、はい、普段のお稽古ってどんなような形で行われているんですかね。まあ、ちょっと楽譜のこのあれもあるんですけども、ちょっと見ていただいて、こちらの、はい、こちらですね。はい、こちらのなんかひらがなの書いてあるやつ、はい、一番元なる古い本です。ああ、そうですか。はい、こっちが古い方でね。はいはい、でこちらの何ですかね、はい、右が言えばおかしいですけど、こちらの普通のあれは、はい、その譜本を正しく継承するためには、今の昔のあれではなかなか難しいもので、分かりやすく、はい、で正しく継承するためによしこ先生が作ってきました。ああ、そうですか。はい、じゃあこれを使って今はやっていられるという形なんですね。はいはい、です。はい、なるほどですね。わかりました。あとこれその後この八橋流の継承でこれまあ受け継がれているのであるんですけども、あとこれやはり正しくやっていくっていうのもまあ必要なんですね。はい、あとこれそれやっていくにしても、まあ、爪がなんか特殊な爪だっておっしゃってんで、はい、これもちょっとお借りしてきました。
こちらがなんか八つ足流、はいはい、まあ、ちょっと細いですね、はいはい、こちらこちらの方は、まあ、あの生田流の爪。あ、そうですか。です。うん、まあ、通常はこちらが主なんですね、はい、そうですね、そういうことですね、はい、でこちらがやっぱり八つ足流のあれで、はい、まあ、ちょっと細いですね、はい、半分ぐらいってばおかしいですけど、はい、そうですね、はい、こういうので待ってなんとかやっていられるんですね、はいはい、そうなんです。まあ、これだけど弾きながらなんか歌を歌うとかっておっしゃってたんですけど、はい、歌を歌わなくちゃ、はい、なりませんから、ええ、ちょっとあのなかなか難しいと思います。あ、そうですか、はい、はい、あの歌の方に気を取られると、はい、弾く方がスカスカになっちゃったり、いや両方兼ね合うっていうのはちょっと難しいです、はいはい、なるほどね。そうするとやっぱりあれですね、その練習する方法っていうのも研究しないといけないですね、はい、そうですね。だから数多くその練習しないとダメだと思うんですが、はい、なるほど。あの上手に、上手じゃなくていいから、うん、あの一生懸命に何回も練習してしなさいと言って、うん、新先生はおっしゃってましたから。あ、そうですか、はい、やっぱりこういうのもね、はい、練習練習でやっていかないといけないんで、ちょっと大変は大変ですね、はいはい、で、あの八つ橋流奏曲は元来人に聞かせるためのというよりも自分の心に聞かせて、うん、己を慰め励まして自分自身を磨く技なんです。なるほどね、はい。でもあれですね、厳しい世界ですよね、こうやっていろいろ自分でやって、ね、はい、自分のあれでやらなきゃいけないっていう形ですね、はい、でもこういうのもいろいろ発表会みたいのもあったりしてるんですよね、はい、まあ、これもですね、発表会の風景ですけれど、あ、ちょっとごめんなさいね、はい、すいません、はい、あの小学生のあのことクラブ、はい、がありまして、ええ、毎年出てくれて賑やかです、ええ、あ、なるほどですね、はい、結構あれですね、若い人もいるじゃないですかね、はいはい、あの、まあ、映ってるのはあの小学生、小学生ですか、はい、何年生ぐらいですか、はい、4、5、6ですね。なるほどね、はい、あとはあれですかね、こちらの、はい、あの別の方のあれって下にも大人の人も、はい、この日、あの、あ、これこれこれ、はい、これはまあやっぱり皆さん、はい、そうです、弾いた、弾いた人っていうか、まあ、うん、役員の人もいますけども、皆さん、なるほどですね、集合写真です、うん、はい、全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか今、今あの30人ぐらいは、あ、そうなんですか、あの小学生のそのクラブを入れなくてね、うん、30人ぐらいはいると思うんですが、あ、なるほど、ね、あのそんな具合で休んでる人もいますが、やっております、ね、はい、わかりました。あとあれですね、こういったその演奏会みたいなのもなんかあっ て, てね、はいはい、あ、これは今年の発表、今年の発表会のプログラムですね、はい、プログラムです、はい、結構あれですね、あの、はい、何曲もやってっていう、そうですね、これお一人でやる時もあるんですか。一人でやる時もありますけども、はい、だいたいあのいちいちその一人でやってればみんなが弾ききれませんので、だいたい2人かそんな、あの、はい、少なくても2人か、ね、そのぐらいでやってます。あ、はい、そうですか、はい、これだいたい何時間ぐらいあれですか、皆さんやるとね、時間はかかるんですか、あの発表会、はい、発表会は、2時間1時半から3時半までだから2時間ぐらい、うん、2時間ぐらいでね、はいはい、でも結構たくさん、まあ、来られているですよね、まあ、聞きに来られた方もいろいろな方が、はい、見えて応援してくださいました。あ、そうですか、はい、やっぱり小さい方もあれですか、はい、まあ、小学生 も, もう演奏したんですよね。そうなんです。そうなるとやっぱり結構お子さんたちも来てるっていう形ですね、はい、そうなんです、はい、そうですね、はい、なるほどですね、わかりました。まあ、あとこうしてこの伝えられてきた八つ足流ですけど、今後 の, あの継承についてはちょっとお聞かせいただければなと思います、はいはい、あの松代にあの残された八つ橋流ですから、うん、あの今後とも貴重な文化財を松代の地で末永く継承してまいりたいと思います、うん、なるほどね、はい、頑張っていただきたいとは思うんですけど、はいはい、あのあれですかね、そのまあ、みんな勉強しなきゃいけないっていうんだけど、この勉強するところっていうのはどころで練習されてるんですか。あのいつもあの松代小学校の隣、ええ、
隣って言いますか、ええ、でそこは新先生のお宅ですが、清洲町でしたですね、はい、清洲町です、そうですね、はい、でワンスコアだけど今誰もいらっしゃらないですよね、はい、普通はいらっしゃいませんけども、ええ、時々東京からお見えになったり、はい、あ、なるほど、はい、してます。あとじゃあ清水さんたちがあれですね、はい、出入りして、お借りして、はい、やらせて練習やるって形、はい、はい、そうです。なるほどですね、結構あれですか、そのまとまってなんですかね、練習するとかってあるんですか、それとも全員でまあやることっていう、全員でやるってことはまたなかなか、おことの数も限られてますから、そうか、そうか、そうはできませんが、はい、でもおことも結構ね、はい、持ち歩きってのも大変ですし、そうですね、誰かお手伝いなきゃダメですもんね、まあだけど基本的には一人で、はい、自分のおことは自分で持つってそういうのを聞くんですけど、あ、なるほどね、まあ、子供さんはそうではないかもしれません。あ、なるほどね、はい、あれですかね、結局この松代ばかりじゃなくて、まあ、いろんなところを頼まれて演奏に行ったりするわけですか。そういうこともありますけども、うん、そんなにたくさんはありません。あ、そうですか、はい、なるほど、はい、あ、じゃあやっぱり地下まで、はい、まあ、自分たち練習して、はい、それから年に1回です。1回ですか、はい、じゃあそれに向けて、はい、練習するっていう形なんですね。そうなんです、はい、なるほどね。あ、そうするとまあそうですね、一生懸命やってその成果を出さなきゃいけないっていうんで、まあ、自分に打ち勝たなきゃちょっと難しいかなってのありますね。そうですね、でもまあよしこ先生もおっしゃってましたけども、はい、練習の時は本番だと思って、うん、本番の時は練習だと思ってやりなさいと言って言ってくださいましたが、そういう気持ちも大事かもしれないと私は思いますが、ね、はい、まあ、だけど演奏会になると普段と違って大勢の前でこうやってやらなきゃいけないから、はい、一つこの緊張したり、はい、ね、緊張はしますそうだよね、はい、それでプッとこうやっちゃって間違っちゃったって言っても、はい、そのままやっていかなきゃいけないしね、やってな、度胸ってのつかなきゃいけないしね、はい、だからそれはちょっと大変は大変だと思いますですね、はい、分かりました。あ、でもいろいろ今日は貴重なあれですね、お話をいただきました、まあ、あとこのいろんな芸術っていうんですかね、奥深さをまあ感じさせていただいたんですけども、まあ、これ皆さんまたいろいろね勉強していただいて、まあ来年に向けてまた練習練習ってやらなきゃいけないあれですね、はい、そういった面ではちょっと何ですかね。でも冬なんかはどうされるんですか。冬でもやることはやりますけども、うん、そんなにたくさんはやりませんけどね。ああ、そうですか、はい、冬もやります。わ、ね、はい、かりました、はい、まあ、でも本当に頑張って、まあ、継承しながらですね、はい、やっていっていただければと思うんですけど、はい、まあ、できるだけ今度本当に若い人っていうのも入ってきていただければ嬉しいですけどね。はい、まあ、本当に、まあ、いろんな会もそうですけど若い人ってなかなかね、はい、入ってこないっていうのがありまして、はい、まあ、そういった点で、まあ、小学生でも、まあ、中学生みたいなのもやってるんですかね。中学生はやっています。ないですか、はい、やっぱり部活が忙しくてダメでしょうかね、はい、そうなんです。なるほどね、やっぱりそうすると小学校、はい、まあ、高学年ぐらいは高学年、ね、そうなんです、はい。でもあれですね、そういう高学年の人たちがいることにあって、まあ、中学高校ね行ったとしても あと、まあ、その覚えがあればちょっと、はい、思い出してやりたくなってくれる方がいらっしゃるかもしれません。あ、なるほどね、はい、まあ、そういうことを期待して、よしこ先生は、はい、200人ぐらい、うん、教えて、うん、1人ぐらいのもんでしょうって、あ、そのぐらいに思ってなさいと言われましたけどね。あ、そうですか、はい、なるほどね、まあ、大変は大変ですけど、はい、まあ、一応、まあ、八ツ橋流保存会の会長さんとしましては今後とも一生懸命、ね、はい、伝承していかなきゃいけないので、はい、まあ、一つ頑張っていただきたいと思います、はいはい。まあ、本当は今日は大変な勉強させていただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。
さて、三田さん、はい、続けてご苦労様です。いやいや、ありがとうございます。来週のしゃべくり松代、うん、来週は ね、松代テレビ局も1周年になるっていうんで、1周年じゃなくてしゃべくり松代でしょ。あ、しゃべくり松代、ね、1周年は4月。あ、そっかそっか、ね、初めね、びっくり、うん、あのね、心配しゃべくり松代続くかなと、うん、1年続きましたね。やっとね。いや、続きましたね。毎日毎日、毎週毎週、続きました。うん、毎週大変でした。よく続いた、はい、いや、これからも続ける、うん、ね、おっしゃる通り。ということで、はい、1周年記念ということで、特別番組30分、はい、30分やります。7時から7時半まで、はい、皆さん、松代テレビ局のスタッフの皆さん出ていただくんですね、うん、その予定です、うん、はい、全部出ていただいて、それで、まあ、今まで、はい、今までね、うん、その1年間苦労した話とか、うん、それからこれからどんな話をしようかという、はいはい、ね、そうです、こんな話をしてくれると。三田さんも出るんですか。あ、出なきゃいけないかもしれません、ね。あ、そうですね、皆さん出るんですね。社長に笑ってるね、はい、うん、そうそう、日本松さんも出るんですね、はい、今一生懸命やってますけどね。あ、出るよって言ってますよ、はい、あ、片桐さんもニヤニヤしてますよ、そちらで、ね、俺も出るんだよと言ってますよね。はい、ということで、今度は小池さんね、カメラマン、あ、そうですね、こちらで、ね、参加していただきましたんで、一人真面目そうな顔してやってますね、小池さんね、はい、あの方がカメラマンで、そうです、やっていただくと、はい、いうことで楽しみですね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、していただきたい。それでは、あ、映ってますね、はい、切り返してください、ちょっと切り替えてください。あ、あ、違うんですよ、はい、そうです、そうです、はい、この方、あ、V ありましたね、はい、この方が、はい、小池さん、はい、来週カメラマン、はい、ということでね、はい、登場ですね、はい、はいはい、そういうことで、はい、片桐さんも半分映ってます。あ、映ってます、はい、映ってますね、はい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 、ということで、来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。松代、あなたの街、しゃべくり松代、また見てねー。